ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト実況者のエテポンケです。おはようございます。こんな感じです。はいね、スタートダッシュにね、スタートダッシュに定評のあるエテです。はい、いろいろとそのイベントがいっぱいあって、もう何からね説明したらいいのかわかんないんだけど、まず、そうだな、まずね、そうだ、フレンド、フレンド、全然登録するんで、コメント欄でね、ID 書いてもらったら、エチさん送っちゃうんで、今ね、フレンドがね、フレンドを見る、こんな感じ。白パンダさんとね、マンニョさんとね、で、ハルゴンちゃんとね、ユーリエちゃんとね、ウチハサスケとね、ウチハサスケって、誰側してんだ、これは。誰のウチハサスケだ。これ多分音の忍びのオロチマルの部下、オロチマルの部下のあの4人衆のうちの誰かのウチハサスケだと思う。なんで、あとラグナスさんと、このね、ちょっとね、基本的にはそのエテの動画見てくれてる人とのみフレンドなろうと思ってるから、ID は出さないように、エテの ID は基本的には出さないようにはしてるんだけど、このちょっとラテさんってのがね、よくわかんないラテさんもしかしたらエテがなんか間違えてこうサポートで誘っちゃって送っちゃったのかもしれないんで、登録したのかもしれないし、エテが送って、エテツイッターかなんかで送ってきてくれてあれしたのかもしれない。ちょっと名前がわかんないから、できればね、フレンドの ID と一緒に名前つけて送ってくれるとありがたいです。はい、じゃあちゃんとお気に入りのチェックつけとくんで、できればね、そういう感じでお願いします。はい、であとキラーマジンガね、すごく強いんで、基本的にはね、リーダーはキラーマジンガにしといてくださいだってめっちゃ強いんよね、このキラーマジンが。めっちゃ強い。ハルゴンちゃんの。で、マンニョさんもね、キラーマジンガになってたんやけど、なんかデビルアーマーみたいになってるから、もう、早急にキラーマジンガに変更していただければね、非常にありがたいです。はい。まあね、なぜならちょっとね、はぐれメタルの鍵ってのをね、もらったんで、行ってたんですよ。もう2回ぐらい行ったかな。この一人で行くやつの特別クエストで、特別ね、の、この、メタルダンジョン。これでね、めっちゃメタル荒稼ぎしてました。さっきまで。で、経験値もね、めっちゃもらえるから、レベルも48まで上がっちゃったね。で、なおかつ、こんな感じ。こんな感じです。はい。で、まだまだね、見くびってもらっちゃ困りますよ。見くびってもらっちゃ困るよ。はーい。ちょっと誰に使おうか今すげえ悩んでてさ、ちょっとマジ楽しいよ、ほんとに。こんな感じでね。で、モンスターもね、はぐれメタルの鍵周回いっぱい回ってたら、レベルアップしたし、こんな感じね。レベル、60とか50とかまで上がってきたんで、まあ、大抵のクエストはね、もう突破できそうですね。で、デビル、今ね、なんかイベントで、これも特別クエストの一つで、ゾーマズデビルっていうのがね、仲間になるから。これの、これの上級
まだね2つしかクリアしてなくて、これクエストの1人魔王チャレンジ、これ、うん、魔王チャレンジのね、このレベル3ってのをまだクリアしてないか、これちょっと行きたいかな、行ってみようかな、これ行ってみようか。本当はねガチャ回したかったんだけど、めっちゃなんかガチャのチケットがあって、あの S ランク確定チケットも今1枚持ってるから、それ回しちゃおうかなと思ったんだけど、まずこっち行こうか。うん、ガチャはじらしてこっち先行っちゃおうかな。勝てるかな。すべてのモンスターを撃破、ミッションはちゃんとこなしたいからね。モンスターを撃破と、仲間を OK。 じゃあ行ってみましょうか。でフレンドどうしよっかな。マンニョさんで行こう。うん、マンニョさんで行こう。メンバーはこれね。うん、赤いシャドウとゾーマズデビルとプレミアムスライム、色がない二軸ジャク、キングムーチョと、あとこれマンニョさんで行きましょう。もう多分ね、いけると思う。めっちゃレベル上がったもんだって。ここはね、ボス戦だけだからね。この魔王、ゾーマズデビル様になるのようだ。なになに？友達になりに来た。だと？はは？ははは？おじょい。ならば、友達になってやろう。この俺様に勝てたらな。あ、もうフルボッコにしていじめてやんよ。あーけど強いんだよ、もうレベル3強いんだよ。もう2回ぐらい行ったけど、うん、完敗だったわ。じゃあもうガンガン行こうぜ。で、いやちょっと待って、命令していこうか。バギーちょっとね、プレミアムスライムの火力が低いのがねちょっと難点。うん、ただレベルが一番高いから、入れざるを得ないってやつだね。これマジックブレイク、マジックブレイク行こう。うん、マジックブレイクは効きませんか。了解しました。これは剣の舞子、剣の舞闇に強いからね。ほい、冷たい息。あー、なんか微妙に全体攻撃で削られていくのが痛いな。息を吸い込むは違うか。息を吸い込むは激しい炎につながるやつか。うん、じゃあ普通に撃っちゃえ。硬いな。全然削れないんだけど。これ最高、いやダークブレイス、ダークブレイスにしよう。うん、全体の方がいい、絶対全体の方がいいわ。これは最高キャノン強いけどね、200ぐらい食らう。うん、どうしようかな。刃砕き、あんよく、ちょっとステータス、サポートのね、キャラクターの、あれがよくわかんないなぁ。特技のね、うん、特技の詳細。詳細見れないのかな？長押しとかで見れない。出てる出てる。全体攻撃の後、一定隠れで、いいね。刃砕き行こう。ほい。あ、マヌーサ？マヌーサか？なんかかかってるよね。で、うちのパーティー回復役がいないってのがね、欠点ですね。ダークブレス。だからもう高火力でもうガンガン押すしかないという状況です。あー、キングムーチョがやばい。激しい炎。あ、半減か。まあ、半減でも打った方がいいな。あんまりこの二軸弱の色なしのやつは、攻撃力高くないから。あ、これ微妙だな。氷結切りは違う。剣の舞。先に右から倒していこう、ちょっと。右中心。って言ってもばらけるからね。うん。
右、あ、けど右は攻撃力2段階落ちてるよな。あ、通常攻撃けどしてこないか。ほとんど息だもんね。やっぱプレミアムスライムはちょっともう変えた方がいいかな。レベルがさ高くてさ。いや、砕き。当たった当たった、一人当たった。キングムーチョがやばい。ああ、とりあえずこいつ倒しよう。ちょ頼むよ、ちょっとちょ、ああ当たる。よし、とりあえず一匹、とりあえず一匹。うん、いや、もう打った方がいいな。もう MP はどんどん使って。いや、これ無理だろう。これ積んだるよ、これもう積んでるよ、もうこれ無理だろう、これ。あ、視界晴れた、視界晴れた。刃砕き。おお、強い強い強い。ああ、ああ、ああ、 MP がない。回心。まあ、まあいいとこまで行ったね。うん。いいとこまで行けた行けた。うん。まだもうちょっとあれだな。うん。やっぱり回復薬を入れなきゃいけないね。うん。その、一直線でもすぐボスだから、アイテムも拾えないわけで、アイテムがあれば多少なり回復アイテム拾って、回復できるんだけども、それもできないから、やっぱ回復薬を入れると、それが大事かな。まあ回復薬はね、ちゃんとレベル、今レベル上げてるから、こいつが育ったらね、あのこいつパーティーに入れてもう一回ちょっと挑戦しようかな、うん、はい。じゃあちょっと一旦区切ってね、次枠、あのガチャ会、ガチャ会といきましょう。はいはい、では、ご視聴ありがとうございました。